はい、皆さんおはようございます。今日はですねフィッシングショー横浜のですねフィッシングショー最終日です。ちょっとブースのご案内をしたいなと思います。まずこちらが受付ですね。で受付でいろんなワームであったりカタログであったりそういったものがセットになったものが売っております。でこちらがですね、これからアージングを始めようという方たちに、分かりやすいような初心者用なコーナーになっております。でこういうふうな状況別にこう使い分けていただいたらいいようなものをちょっと展示しております。そしてですねその横がですね、ロッドコーナーになります。でロッドコーナーこれ表の方はずっと従来品であったり新製品であったりそういったものをずっと展示しております。でこちらの方へちょっと動いてくると今度はこのボートアージングのコーナーを作っております。でボートアージング、今だんだん盛んになってきておりますのでそれのニューアイテムであれば今後発売になるロッドそういったものも展示しております。よかったらぜひここは皆さん見に来てほしいなと思います。そしてですね、ここから入ってくるとワームコーナー、ジグヘッドというふうに動いていきます。で実際今後、6月ぐらいに発売になりますこのワームですね、まだ名前決まっておりませんけどもそれの水中での動きそういったものが見せれるようになっております。で、ずっとこうエスキャリーがあったり展示しております。でこっち側ですね、これは今まで発売している用品ですね。今後発売するであろうものもちらっとはあると思います。これも楽しみに見に来てください。そしてこのボートコーナーの裏側はですねボートに関するいろいろなもの、アイテムなんか置いております。で有料船なんかもずっと紹介するようになっております。これは今度は関西大阪でやりますので大阪の近郊の有料船の方に変わるようになります。でこちらがですねガイドポストシリーズですね。でガイドポストの今後は発売になる3月発売になる新製品もここに展示しております。これは入門用、準入門用といいますかねそういったものをずっと展示しているわけですね。でこの壁の前で僕がずっといるような形になります。ここで店番をしておりますので皆さんお会いになりたい方はどうぞここへ来ていただいたらいろいろ質問なんかも受け付けておりますのでここでずっとおりますのでよろしくお願いをいたします。そしてですね、その中に新製品をのロットそういったものをちょっと触っていただけるようにしようということでこういうふうにリールをセットしたものも台として置いております。で、そのこちらの方がですねこれハンドルをちょっと展示しております。ハンドルもいろいろまだ触っていただくことほどできてないんですけれども、今度大阪の時はですねこれにカラーサンプルが入るとは思いますけれどもこういったものが展示されます。新しいハンドル、8月ぐらいに発売になりますけども、そういったものもぜひ見に来てほしいなと思います。そしてこちらがですね、サークル34というのがあるんですけどもそこのご紹介コーナーですね。いろいろなものが置いてございますのでそれもぜひご覧になっていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。こんな感じで、ブースを形成しておりますので結構いろいろ楽しんでいただけるのではないかなと思っておりますので大阪の皆さん、京阪神の皆さん、東京の方でも結構です。ぜひ大阪の方にもお越しいただけますようによろしくお願いをいたします。お待ちしておりますので失礼いたします。